どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第4章の9回目始めていきたいと思います。こちらの講座では、厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使っていきますので、まだダウンロードされてない方はですね、下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきたいと思います。226ページ、リスク区分に応じた情報提供というのを見ていきます。はい、ここでは、どういったことをやるのかと、そのリスク区分、ね、第1類薬品、第2類薬品、第3類薬品とか、あとは要指導薬品、ね、そういった、お薬に対して、ね、やらなくてはいけない、ね、情報提供だったりとか、ね、そういったいろんなルールがありますので、そういったことについて、ここでは学んでいきたいなと思います。はい、では、726行目ですね。一番上の行です。薬局開設者または店舗販売業者は、要指導医薬品を販売または授与する場合には、ね、次の A 及び B により、その薬局または店舗において、医薬品の販売または授与に従事する薬剤師に、購入者等に対して、対面により、ね、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならないとされています。ね、はい、ここなんですけど、前にですね、ちょっとやったことがあるんじゃないかなと思います。ね、そこのもう一度復習になると思うんですが、ね、要指導医薬品販売するときには、まずは薬剤師じゃないとダメだよ。ね、このあたりは大丈夫かなと思うんですけど、ね、そして対面により、ね、直接対面によりですね、要指導医薬品というのは、直接、ね、対面により、ね、情報を提供していきましょう。ね、そして、ね、必要な薬学的知見に基づく指導を行ってくださいねということを言っています。はい、ということで、括弧 A 見ていきます。要指導医薬品を販売または授与する場合に行う情報提供及び指導をということですね。はい、何度も言いますけど、ね、薬剤師により、対面によってですね、販売しなくちゃいけないんですけど、734行目見てもらいますとね、法で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供してくださいね、ということで、ね、ここでは書面というものですね。書面というところ、ね。書面を用いて、必要な情報を提供してくださいね。書面というところをチェックしておいていただきたいなと思います。ね、なので、この情報提供に、あたってはですね、ホワイトボードにも書かせていただきましたけど、まずは書面というものが必要になってきます。ね、そして、その書面の内容、どんなものなのか、それは次のページから見ていきますので、そこに行く前に、押さえていただきたいのがもう一つあります。はい、何かというと、740行目見てください。指導を行わせるにあたっては、ね、薬剤師にあらかじめ次に掲げる、事項を確認させなければならないとなっています。はい、なので、二つ目の内容なんですけど、確認しなくちゃいけないことがあるんですね。なので先ほど、まずはね、書面を使わなくちゃいけない。書面を使って情報提供してくださいね。そして、確認する内容があるので、その確認する内容、何を確認するのかというのを下のところで見ていきたいと思います。まずは、括弧1番目、年齢ですね。はい、ここ、チェックしておいていただきたいと思います。ね、確認する内容としては、ね、年齢ですね。はい、あとは、性別とかね、あとは他の医薬品の使用状況だったりとか、あとどういった症状なんですかとかね、あとは、他に何かね、病気にかかっていませんか、あとは妊娠してますかとか、授乳中ですかとかね、そういったことをいろいろ聞いていきます。なので、括弧1から、括弧11まで、こういったことを聞いてるんだなっていうのを、ここではちょっと見といてほしいなと思います。はい、そして、次のページ見てもらいますと、うん、はい、次のページがですね、227ページなんですけど、ここがね、先ほどの書面による、内容ですね。書面の書いてある内容ですね、を見ていきます。表があると思うんですけど、表がですね、右と左に分かれていると思うんですけど、その表の右側に書いてあるものが、ね、情報提供の事項って書いてありますよね。ここが、書面に書かれる内容です。ね、例えばね、医薬品の名称だったりと
か、あと分量、用法、用量、効能、効果とかね、あとはね、いろんな必要事項が、書かれております。そんなのがですね、この表の右側は書面の内容、丸1から丸6番目の内容となります。はい。そして、左側に関しては、ね、指導の方法というような形で、丸1から丸7番目、ね、そういったね、薬剤師が行う、指導の方法のことについて、書かれておりますので、こうなってるんだなと一度見といてもらいたいなと思います。はい。そして、今度は、表の下、756行目、括弧 B。販売時に、購入者側からまたは事後において、購入者もしくはその医薬品の使用者から相談があった場合の対応ですよね。なので先ほどまでは、ね、薬剤師が、ね、書面を用いて情報提供する、そして、年齢などを確認するという内容だったんですけど、今度は、ね、お客さん、患者さんの方からですね、この薬の使い方がわからないんですとかね、ちょっとね、今こういった病気持ってるんですっていうようなところでね、購入者側からね、相談があった場合の対応というのを見ていきます。はい、まず、758行目のところですね、下から3行目ですね、薬局開設者または、店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のためね、というような形で、要指導医薬品のことについてね、引き続き聞いておりますので、よろしいでしょうかね。はい、そして、228ページですね。1行目。見てください。一番上ですね。761行目のところですね。要指導医薬品を使用する者から相談があった場合には、ね、その薬局または店舗において、医薬品の販売または授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、また必要な知見に基づく指導を行わせなければならないとなっています。なので、ここもですね、先ほどの内容と重複するんですけど、これ、相談があった場合は、必ず情報提供する義務となってます。ね、なので、764行目、ね、行わせなければならないというところで、必ずやらなくちゃいけない義務ですね。はい、ここ、しっかりとね、確認しておいてくださいね。やんなくちゃいけない義務なんだな、というところですね。よろしいでしょうか。はい、そして、今度は、770行目、括弧A、第一類薬品を販売または授与する場合に行われる情報提供というものになっています。はい、先ほどまでは、要指導医薬品の内容だったんですけど、今度は、第一類薬品についての内容を見ていきます。はい、ここもですね、773行目、見てもらいますと、ね、薬剤師に、法で定める事項を記載した書面を用いて必要な情報を提供させなければならないと、規定されていると言っています。はい、なので、ここもですね、薬剤師に書面を用いて、ね、薬剤師に書面を、用いて情報提供をさせなければいけませんよと言っています。ね、はい、そしてさらに776行目見てもらいますと、薬剤師にあらかじめ次に掲げる事項を確認させなければならないと規定されています。はい、なので先ほどと同じですね、要指導薬品と同じですね、書面を用いて情報提供する、さらに薬剤師が、購入者に対して確認しなくちゃいけない内容があります。はい、じゃあ確認しなくちゃいけない内容を見ていきますね。カッコ1からカッコ11まであります。先ほどと同じなんですよ。ね、ここでも、ね、第一類薬品に関しても、ね、確認しなくちゃいけないのは年齢ですね。はい、なので、そういったところで先ほどとほとんど同じです。はい、そして、さらに、書面に関しては、ね、そのすぐ下のところですね、228ページの一番下のところにですね、表が、ちょっと表の片隅があると思います。ね、次のページ、めくっていただきますと、そこもですね、先ほどの要指導医薬品と同じです。また、右側が、ね、書面の内容を、それから左側が、ね、情報提供しなくちゃいけない、その指導方法ですね、そういったことについて書いてありますので、ここですね、先ほどほとんど同じなんだなと見といてもらえればそれで大丈夫です。はい、そして、229ページの793行目見てもらいますと、今度は配置販売業者についての内容も書いてあるんですけど、ここも基本的には同じです。はい、そして同じページの、一番最後の行ですね、801行目見ていただきますと、ただし、
いずれの場合にも、ね、第一類医薬品を購入し、または譲り受けるものから説明を要しない、次のページに行きますね。胸の表示、医師の表明があり、薬剤師が当該第一類医薬品が適正に使用されると認めると判断した場合には適用しないこととされています。はい、ここ大事なところなので、しっかりと確認しておいてください。ね、何言ってるのかというところなんですけど、ね、先ほど、要指導医薬品に関しても、ね、薬剤師が書面を用いて、ね、あとは確認、書面を用いて情報を提供しなくちゃいけないし、確認しなくちゃいけない内容がありましたよね。あと、第一類医薬品に関しても、書面を用いて情報を提供しなくちゃいけないし、ね、確認しなくちゃいけないことがありましたよね。で、この第一類医薬品のところだけなんですけど、ね、第一類医薬品のところに関しては、ね、お客さんの方から、ね、例えば、もうね、何度もそのお薬使ってるから、ね、もういろんな情報提供とか、ね、書面持ちになっていいんですよと、ね、早く買いたいです、みたいな感じで、お客さんの方から申請があった場合、ね、それが、ね、先ほどの229ページの801行目に書いてあるように、ね、譲り受けるものから説明を要しないというようなところで、ね、説明はもういらないよという、ね、意思表明があり、なおかつ、ね、そのお客さんが、ね、お薬をちゃんと正しく使えるなって薬剤師が判断した場合は、ね、情報提供することを省くことができます。ね、要は情報提供しなくてもいいよということを言っています。ね、はい、なので、ここのところね、よく聞かれてきますので気をつけておいてくださいね。ちなみに、先ほどの要指導医薬品に関しては、ね、そういった記述がなかったので、要指導医薬品は、ね、いらないよってあった言われた場合も、いや、これごめんなさい、義務なのでっていうような形で情報提供しなくちゃいけませんので、ここ第一類医薬品のところだけが、ね、こういった例外がございます。はい、それから今度は、230ページの804行目見てもらいますと、今度はカッコ B ですね、第二類医薬品を、販売または授与する場合に行われる情報提供というところですね。はい、807行目見てもらいますと、薬剤師または登録販売者に必要な情報を提供させるよう努めなければならないって言ってます。はい、ここチェックしておいてくださいね。何かというと、先ほどまではね、情報提供しなければならなかったんですね。絶対やんなくちゃいけない義務なんですけど、ここの第二類医薬品に関してはね、情報提供させるよう努めなければならないって言ってるので、努力義務です。なるべくしてねぐらいな感じね。やんなくてもいいんだけど、なるべくしてねっていうような意味になりますので、ここ大丈夫でしょうかね。はい、そして、809行目、薬剤師または登録販売者にあらかじめ、ね、先ほどの、カッコ1からカッコ11に掲げる、ね、事項を確認させるよう、これも努めなければならないって言っています。ね、はい、なので、確認させるね、確認する事項がありましてね、そういったことをね、なるべく聞いてねと、やらなくてもいいんだけど、なるべく聞いてね、みたいなことになりますので、ここのところ、押さえるようにしておいてください。はい、そして、もう一つ、ちょっとややこしいですよ。今度は同じページの、821行目を見てください。はい、また、指定第二類医薬品の販売または授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者が、禁忌事項を確認すること及び、当該医薬品の使用について、薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために、必要な措置を講じなければならないよってなってます。はい。この指定第二類医薬品っていうのはね、第二類医薬品よりもちょっとリスクが高いものね、けど一類ほどではないけど、みたいなところで指定第二類医薬品っていうのが あります。ね、まあ、例えば風邪薬とかにも指定第二類医薬品のものがあったりするんですけど、ね、そのような指定第二類医薬品っていうのはね、通常の第二類医薬品よりもちょっとリスクが高いので、なので、第一類医薬品ほどではないけど、でもね、いろんな注意事項とかをね、使う人にも知ってほしいので、そういった意味ではね、そういった注意事項をですね、確実に確認できるようにするために何か必要なことをしてくださいねと言ってます。じゃあどういうことをするのかというと、ね、例えば売り場とかの、ところ、ね、陳列棚のところの横にね、
ね、この指定第二類薬品を購入する人に関しては、ね、用法、用量とかね、次の人の、添付文書のところに書いてあるようにね、次の人は服用しないでくださいねっていうところを確認してくださいねとかね、あとは薬剤師登録販売者に相談してくださいねみたいなところが貼り紙で貼ってあったりというのがありますね。そのように指定第二類薬品についてはね、そういった必要な措置を講じていなければなりませんよということを言ってますので、そうなんだなというところ、確認をしておいてください。そして今度は826行目、括弧C第三類医薬品というものを見てください。はい、第三類医薬品については828行目、ね、薬剤師または登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいですよと言ってますので、まあ望ましいねぐらいな感じですね。はい、そして今度は829行目、括弧 D ですね。一般用医薬品の販売時に購入者側からまたは事後において購入者、もしくはその医薬品の使用者から、相談があった場合の対応というところですね。はい、なのでここも、お客さんの方から、このお薬の使い方、わからないから説明してねとかっていう相談があった場合は、ね、どうするのかというと、次のページ231ページを見てください。1行目ですね、薬剤師または登録販売者をして必要な情報を提供させなければならないよと言ってます、ね、なのでこれ要指導医薬品と同じですよね、要指導医薬品も、ちゃんと情報を提供しなくちゃいけないよという義務があったと思うのでここも、第一類医薬品だろうが第二類医薬品だろうがそれから第三類医薬品だろうが、ね、お客さんから、情報を提供してください、ね、使い方が分かりません、教えてくださいという、ね、相談があった場合は、ね、必ず、情報提供をしてくださいねということを言っています。はい、ここよろしいでしょうかね。はい、ということで、そんなところがですね、簡単に表でまとまっているところ、ね、真ん中に表がありますよね。ここでは、要指導医薬品から第一類医薬品が、ね、対応する専門家、薬剤師が、ね、要指導医薬品と第一類医薬品ですよとかね、あとは二類、三類も扱えますよ、そして二類、三類しか扱えないのが、登録販売者になりますよみたいなところがですね、書いてあります。それから、要指導医薬品とか第一類医薬品で書面を用いた情報を提供してくださいねっていうのが書いてありますし、ね、さらに、第二類医薬品に関しては登録義務で、第三類医薬品は特に、ね、規定はありませんよと。そして、情報提供を行う場所っていうのがあったり、それから購入者から相談があった場合は、ね、全て、義務になってますよみたいな表になってますので、ここで一度確認するようにしておいてください。はい、ここまでですね、動画は、終わりにしていきたいなと思います。ここまでいいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどお友達登録していただきますと、いろんな、質問などを受け付けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。